テラブ大は、愛知県碧海軍桜井村出身の教育者。学校法人安城学園の創立者。乱受法省受賞。安城市名誉市民。愛知学泉大学安城学園高等学校1882年10月20日。愛知県碧海軍桜井村出身。5歳の時には、母親と共に、2ヶ月かけて、長野の善光寺参りを行っている。 母親は同票に刻まれた文字を苦労して読んでおり、女子教育の大切さを痛感した母親は大を学校に通わせる決心をした。6歳から13歳までは長谷部坊の漢学塾に通い、大は塾内で男子にも生まれる喜びを知った。19歳で東京裁縫女学校に入学すると自身で生活費を稼ぎながら夜間には教員養成所に通った。 賃金が良いため断層して人力車の妊婦をしたこともあったという。1905年に東京裁縫女学校を卒業して教員免許を取得し、滋賀県の石部実業補修女学校に赴任した。1907年には石部実業補修女学校を退職し、帝国海軍軍人の清水三蔵と結婚。願ってもない良縁を得た大は、 海軍将校の若奥様としての華やかな生活を夢見たが、山蔵が突然海軍を退官したことで二人して桜井村に出戻った。1911年には桜井村から壁海軍安城町に転居し、近在の娘に裁縫を教える中で女学校の設立を決意。1912年には安城町稲荷に安城裁縫女学校を開校させた。 このごダイは29歳、二児の母であった。1917年には安城女子職業学校に改称し、裁縫だけでない女子の職業教育に尽力した。しかし1918年、安城町が学費無料の補修女学校を開校させたことで、安城女子職業学校は一転して、経営難に陥った。1924年9月には素敵な奥さんに、 大人気の雑誌、主婦の共に、波乱万丈の反省が紹介されたことで、翌年には全国から入学希望者が集まった。大は、公師中等程度実業学校への昇格の認可を求め、1930年には安城女子専門学校を設立している。校長は山崎猿吉が務めた。愛知県では、近所女子専門学校と、 杉山女子専門学校に次ぐ3番目の実業学校であり、家事や裁縫を主とする全国で10番目の女子専門学校だった。学生改革により、1948年には安城女子職業学校を安城学園女子高等学校に、1950年には安城女子専門学校を安城学園女子短期大学にそれぞれ改称した。 1958年には男女法省を排除し、1962年には安城市名誉市民の称号を排除した。1962年には男子校として岡崎情勢高等学校を開設している。1966年4月には亡き夫三蔵との約束であった安城学園大学を開校させ、その直後の5月18日に天に召されたものの、 大は現在でも在校生の心の中に生きている。ありがとうございます。